今回は朝日ヶ瀬ラジ東インスタジアムで行われるビアティン三重の JFL の公式戦について紹介します。ビアティン三重は2012年に発足し、現在は JFL というリーグで戦っています。 J リーグ参入を目指して、去年は参入に必要な J リーグ100年構想クラブにも認証されました。また朝日ヶ瀬エナジー東インスタジアムは J リーグの基準を満たすための改修工事も始まり、ビアティンカラーであるオレンジに生まれ変わってとてもかっこよくなりました。ここをホームスタジアムとするビアティン三重、昨シーズンは16チーム中10位と悔しい結果となりましたが、今年は皆さんの意気込みが違います。今年は4位に入れば J3 へ昇格できます。試合では優勝を目指し、上野監督のもと選手スタッフ一丸となり1年間戦い抜きます。またビアティン三重にはファンクラブがあります。タオルマフラーなどの豪華特典がついてきますので、ホームページでチェックしてください。1年を通してビアティン三重を応援していただけたら嬉しいです。皆様の熱いご声援が私たちのパワーになります。応援よろしくお願いします。ここでお知らせです。いなべ市在住の皆さんを無料で招待するいなべデーを予定していました4月26日の公式戦は延期となりました。すでにお渡ししたチケットは今後行われるホームゲームの入場券として利用できます。試合の開催予定などはホームページでご確認ください。